お姉様、見てください。今日は世界が平和になったお祝いをするため、こうして皆さん来てくだ。ああ、命の大樹が。今までいろいろあったけど、私たち本当に世界を救ったのね。悪しき魔王の手によって、この世界は一度闇に覆われました。でも、私たちはこうして生きています。生きて笑っていれば、それに、いつまでも泣いていたら、お姉様に怒られてしまいますものね。バッカじゃないの、あんた！世界が平和になったってのに。ってね。ああ、こちらにいらっしゃいましたか。里の者が祝杯の宴の主役はどこだとしびれを切らしておりましてな。皆さん、ぜひ里にいらしてください。待ってました、祝杯の宴よ。ラムダの人たちは厳格な方ばかりだと思っていたけれど、せっかくの宴だ、俺たちもパーッと楽しもうぜ。おい、勝手に一人で。どうしたの？どこか行きたい場所があるなら、私たちもついていくわよ。もう、自分に嘘ついちゃダメよ。どうしたの？どこか行きたい場所。そうね。平和になった世界も見て回りたいし。なあ、そういえばグロッタの街の南で。何か光っているのが見えなかったか？俺はあれが気になるんだが、ま、どこに行くかはお前に任せるよ。それ。
Thank you.
ンドクロスター一気で行くぞ。こんなものかしら。とてもよく似た建物をどこかで目にしたような。この独特な装飾、確か神の民の里でも見たわ。何か新しい発見があるかもしれないわね。不思議な壁画ですね。なんだか見入ってしまっ。この遺跡を探している間に神の民が書いた書物を見つけたんじゃ。ロトゼタシアの大地より生まれし、悠久の時間の流れを失われた時の化身。このへ神の民の伝承曰く、失われた時の化身が守りし、その光輝きもゆる時、悠久の彼方に失われし者が復活って、もしかしてその、それが本当なら彼女も。ん？思い出して、私たちには心の底から会いたい大切な仲間がいるじゃない。ベロニカ、お姉様が。ちょっとローちゃん、その光の力についてもっと詳しく。おう。国念を司る神聖なる光、忘却の古より神
神の民が守りし神秘の歯車は手に失われた時の化身が集う冒神秘の歯車それがお姉様を読みもしでも希望があるなら絶対それにかけてみるべきだ。たとえわずかな希望でももう一度お姉様に会え。だけど肝心の神秘の歯車は神の民が守りし神秘の歯車古文書にはそう書かれておったの。そしもしかすると神秘の歯車はこの場所のち。あそこからさらに奥に行けそうだな。神秘の歯車、神秘の歯車手に入れし時、失われた時の化身。あとは失われた時の化身とやらが集うという。もしかしてお前何か心当たりがあるんじゃないか。実は俺も気になる場所があってさ、命の大樹の北に寂れた塔があるのを思い、もしも他に当てがなかったらケトスに乗ってそこに行ってみようぜ。何か新しい発見があるかもし。
が開かれたぞい。ここが早速先に進む。私は時の番人、時の行く。時の番人？あんた。私は何者でもありません。ただ時の番人よ。この塔には失ったものを復活させる力を持つ光があると聞きました。私たちには蘇らせてほしいかけがえのない人がいる。この先にある祭壇には時のオーブと呼ばれ、その時のオーブの力を使えば
あなたたちには本当に失われた時を求める覚悟がありますか？覚悟だと？時のオーブとは、失われた時の化身が遥か古より紡ぎ続けたロトゼタシアの時の化身。その時のオーブを壊すことで時空の流れが乱れ、すべてが過去に巻き戻るのです。仲間を蘇らせたければ世界のと失われた時を求める。お姉様を復活させるにはこの世界ごと時を巻きも世界ごと過去に戻る。もしかすると、あい、もし大樹が落ちたあの日より前に戻り、ウルノーガの悪しき野望を食い、そうすればベロニカだけじゃない、あの日失われたロトゼ、おそらくあなたたちが望む世界が闇に覆われる直前に戻ることも、もし世界の運命を分けたあの日に戻り、ウルノーガをこの手で止め、残念ですが、あなたたち全員が過去に行くことはできま時のオーブを壊すには、すべてを断ち切ることのできる大いなる力が、そのような力は、おそらくそれはあなたの持つ、あなた、名前は、そうなのです、あなたが持つその勇者の剣をもってすれば、それができるのはあなただけ。そう、過去に戻ることができるのは、ちょっと待てよ、過去に戻ったこいつはまたここに戻って来られるんだろうな。一度過去に戻れば、おそらく二度とこの世界には戻って来られないでしょう。それに壊れた時のオーブが暴走すれば、ねじ時の渦に飲まれてしまったら、彼は永遠に時の狭間をさまようことになる。そんな、かけがえのない仲間と別れ、たった一人で過去に戻る。それでもあなたには失われた、この選択はあなたが決めるのです。ごめんなさい、でもあなたを行かせるわけにはいきません。
けたよ。もう決めたんだろ。だったらお前の手でもう一度世界を救うんだ。頼んだぞ。さあ行きなさい。私覚悟を決めたのですね。で、時のオーブを壊したとき、あなたが過去へ持っていけるのは、おそらくあなたの記憶ともいえる冒険の記録と、あなたがこれまでに得た戦いの経験。そして、時の祭壇の周りを回っている悠久の金庫の中身のみ。悠久の金庫はあなたと共に時を遡ることができる世界で唯一の存在。あなたが時のオーブを壊した時、あなたたちの持ち物と袋の中身はあなたのこれからの冒険に必要なものを過去へと運んでくれるでしょう。オーブと共に今装備している勇者の剣は壊れてしまうかもしれませんが、あなたはかつて勇者の剣だった魔王の剣を、しばらくはそれを装備して戦うといい。さあ、私の知り得ることはここまで。過去へと旅立つ準備。時の番人の名のもとに、あなたを待ってくれ。過去出会う俺はおそらく以前のようにお前とは、お前が望んでくれるのなら俺は再びお前に命を預けるだろう。モン・グレイグったら、堅苦しい別れなんて野暮よ。さよならなんて言わないわ。あなたなら大丈夫よ。きっとどんな子でも、もしダメな時はもう一度。さあ、あなたのおじい様にその顔をよく見せてある。立派な顔つきになったの。なに、ちょっとの間お別れするだけじゃ。わしはお主を信じとるよ。なんたってこのわしの自慢の孫。私はあなたを守る使命のため必死、あなたと一緒に冒険した日々は私にとってかけがえのない。だからまた私のこと探し出してくれますか。時は満ちました。今こそ過ぎ去りし時へ。
俺たちはもう一度お前と旅をするからな。また会おうぜ。絶対に元気で帰ってきてね。グレイグよ、その災いを呼ぶ者を地下牢にぶち込むのじゃ。俺は信じるぜ、勇者の奇跡ってやつは。こうしてあなたとお会いできる日をお待ちしておりました。それじゃあみんな、世界の海を股にかけて虹色の枝を探すわよ。行きましょう。ウルノーガの野望は私たちで止めなくては。どうかウルノーガなるものを打ち果たし、世界の未来をお守りくださいませ。